ヨハン・フリードリヒ・ドーレスはドイツの作曲家、カントル。父ヨハン・アンドレアスもカントルであった。1727年から1733年までシュマルカルデンに学び、後にシュロイ人間にてヘンネベルク広告のギムナジウムに通う。ギムナジウムでは同級生らと週ごとの演奏会を模様し、このために最初の作曲を行った。 1739年から1744年まで、ライプツヒで進学を学ぶ傍ら、ヨハンゼ・バスティアン・バッハに入門する。1744年に、フライベルクでカントルに就任。1756年から年金を得て引退する1789年までの間、トーマス教会カントル職に就任し、ライプツヒの主要な教会で音楽監督を務めた。 1770年により、ライプツヒ大学の学長も兼務。ドーレスの作品は大抵歌詞が聞き取りやすい。恩師バッハからの影響はほとんど見受けられないが、二重合唱のモテットは重厚かつ壮麗な響きにおいて、幾分バッハを連想させる。主に宗教曲の作曲家で、158曲以上のカンタータ、35曲のモテット、いくつかの受南曲を残した。 出版された作品に、コラール前奏曲集、他声のためのコラール集、ライプツィヒの大オーケストラに検定されたカンタータ集、親しい詩人、クリスティアン・ゲレルトのテクストによる21曲の昇華がある。ドーレスの息子、ヨハン・フリードリヒ2世は、弁護士兼交渉人となったが、父親から音楽の専門教育を受けており、父親と似たような様式で楽曲を残した。 ドーレスは、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが、ライプツィヒのトーマス協会で、バッハのモテットを聴いて、大感激したという、有名な逸話にも登場している。ありがとうございます。